はい、皆さんこんばんは。2018年2月の19日、20時13分です。よろしくお願いします。何なんだろうな。ちょっとよくわかんないですね。声聞こえてるでしょ？声聞こえてるでしょ、みんな。大丈夫でしょ？なんでこれがね、ダメになってるのかよくわからないんだよね、俺自身も。普通に聞こえてるでしょ？で、後半になるとダメになるんだよ、多分。マイク入ってるでしょ？いや、声 OK でしょ？だからやっぱり俺の原因じゃないんだよ。俺が原因じゃないの。普通に聞こえるんだもん。通知なんか入れてるから悪いんだよ。通知解除してフォローすればいいじゃん。聞こえてるでしょ？初見さんいらっしゃい。で、俺、機材いじってないから、今。俺、機材いじってないから。だからプツプツするのは俺の問題じゃないよ。リスナーさんの問題でもないけど、運営さんの問題だと思うよ、多分。ラジオにしてみる？ラジオ。映像が負荷かかってんのかな？ラジオ放送にしたら大丈夫なのかな？映像に負荷かかってんのかな？もしかしたら。音声だけでやったらうまくいくかもしんないよね。これ後で変えらんないんだっけ？ラジオには後で変えらんない？どうなってんだろうな。まあまあ、コラボ待ってみましょう。ああ、リアクションが見たいの。コラボにすると配信羽織るんですか？直し方わかりませんか？わかんない、俺は。わかんない。聞こえてるでしょ？なんかね、コラボはね、長時間やるとね、ずれてくるんだって。声が。これは運営さんサイドの問題だから俺に言わないでね。ねえ、卵味噌の言い分も聞いてみたかったんだけどね。多分難しいんだと思うよ。複数の映像と音声を同時にね、やっぱりやり取りさせるのは難しいんだと思う。俺ね、赤と黒と白が好きなの、色が。髪の毛赤くしたいなと思ってて。せっかくね、自由にね、縛りがない状態で仕事ができてるから、髪の色自由にしたいなと思ってて。音声に負担がかかってんのかな？音声のね、でもデータってね、そんなに重たくないはずなんだけど。和道さんの配信が一番見たいので、なぜか和道さんの通知だけ来ない。通知が入ってないんじゃないの？通知を入れ直してみたら。それは、運営さんに聞いてごらん。運営さんに DM 送ったら多分対処してくれるよ。フォローするのが一番いいよ。フォローと通知入れとくのが一番いいと思う。それがいいと思うよ。何なんだろうね、この不具合ラッシュは。俺もよくわかんねえな。はい、いらっしゃい。17号さんいらっしゃい。こんばんは。いや、見る分には全然構いませんよ。見る分には全然アンチじゃなくても見ていいんですよ。全然。いらっしゃい。なんだろうね。参ったね。あ、ありがとう、18号さん。楽しんでって。通知は入ってた？ありがとう、19号さん。ハート花火ありがとう。ありがとうございます。ああ、この人か。ありがとう、アイテム。通知できた？ありがとう、いらっしゃい。こんばんは。コラボね、アンチの人は言いたいことがある人は上がってきてください。花火パチパチありがとう。ちょっとトイレ行ってくるね。
パフェありがとう。よいしょ。はい、こんばんは。パフェありがとね。22号さん。アンチなんているの？いや、さっきね、何件か声かかってきたよ。なんか、和道に言いたいことがあるって言って。何件か来たよ。まあまあ、いろいろ聞いてみようよ。アンチの意見も。なんか、よくわかんないけど。BGM 流すか。いつもの BGM 流します。BGM 聞こえる？ BGM 聞こえる？シルバーやめてないよ。BGM 聞こえてます？俺の声と BGM は。もう満杯ですか？聞こえる？ありがとう。聞こえてる？BGM の音？いい音？ いい音かな？なんか東京のめんどくさいところさ、美容室がさ、ダメだね。予約取らないと美容室入れないんだね。だからね、自分で切ることにした、明日のんちゃんと。いつもの枠と違う感じのような気がする。あのね、普段はね、自分で画質とかの調整するけど、画質が悪いんですよ、コラボ放送は。これはしょうがない。コラボをするときは画質も音声も多分劣化させてるんだよね。ふわっち側が。いろんな人の、通信があるからさ。だから画質が普段より悪いよ。ねえ、画質悪いでしょ。これはしょうがない。多分ね、4倍ぐらい悪いと思う。体感で言うと。4倍ぐらい音が悪いと思う。BGM ね、これいい BGM だよね。俺も好きだよ、この BGM。スムースフリクションって言うんだけど。そうだね、アンチのとつまちをやろうっていうことで。アンチとつまちをやってますね。アンチとつまち。フワッチ側の問題だね、これは完全に。ドキドキ、BGM でかい？はいはい。これくらいでいい？これくらいで大丈夫？来ないね、コラボね。全然。だからアンチなんていなかったんだよ。アンチなんてそもそも存在しなかったんだよ。髪の毛ね、美容室が予約取れないんだよね。だからもう自分たちで切るように、ハサミ買ってきた。明日のんちゃんの髪の毛切ってあげて、のんちゃんに俺の髪の毛切ってもらう。もう、めんどくさいわ。髪の毛長いのめんどくさい。もう目にかかるし、嫌なんだよね、すごい。自分で切ろうと思うよ。いや、ただ単純にさっぱりしようと思ってるんで、ただ短くするだけだよ。ただ単に短くするよ。アンチはいないみたいだね。アンチはいないみたいだね。セルフカット歴5年。ねえ、自分で切っても別に問題ないよね。俺もね、結構お金ない時は自分で切ってたんだけど、だんだん上手くなっていくもんなんだよね、不思議と。問題ないよ、全然。ステゴロはね、別の BGM にした。ステゴロの BGM は別の BGM。聞いてみる？ステゴロの BGM。あ、まあまあ、ステゴロの BGM、なんか変な音楽にしちゃったんだよね。
なんか結構ね、変な BGM にしちゃって、なんでこれにしたんだろうと思って。ちょっとよくわかんないんだけど、なんか変な BGM 選択しちゃった。これが捨て頃の入場曲。聞こえる？聞こえる？これが捨て頃の入場曲にした。変かな。ちょっとなんか静けさがあるような音楽だから、あれかもしんない。微妙かもしんない。聞こえる？ 不安になるぞ。ちょっとホラーチックっていうかね、ホラーっぽい音楽になっちゃうけど。これはこれでまあまあまあ、サイコ感があるね。メンタル病む系？そう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 。うん。ワッチャネイムではないね。ワッチャネイム好きな人結構いるんだよね。うん。サイコ系かな。うん。タイのネイティブ音楽。なんか民族音楽とか結構かっこいいのあるよね。ロシアの民謡とか、ロシア系の音楽とかもすげえかっこいいんだよね。32号さんいらっしゃい。楽しんでいってください。あれだね、一回ね、何回も枠取り直したからグダグダになって閲覧減っちゃったね。なんだよ、もったいねえな。せっかく凸かかってきてたのに。もったいなかったね。誰か上がってこないかな、コラボ。100ね、80人ぐらい一気に集まってたのに。もったいねえな。ドンマイだよね。こういうシステム系のエラーはちょっと対処してもらいたいな、ふわっちに。今ご飯時だからね、結構ご飯時は暇な人いるんだけどね。アンチじゃないから突できない。それはね、そうだよね。いや、俺さ、最近200人ぐらい集まってるよ、狐枠だったら。怖かったね、前回。うん。すげえ怖かった。リングの緊張とかはなかったの。舞台慣れはしてるから。だけどね、ゴングが鳴った瞬間、やっぱテルが怖かったね。9時頃には人集まってくるかもしんないから、待ってみようか。やっぱりね、大の大人がね、16オンスのグローブつけてるとはいえね、本気で殴り合うの怖いよ。怖いよ。やっぱり、正直言ったら。まあ、慣れっていう部分があるんだと思うけど、格闘技に慣れていけば慣れていくほど多分、そういう怖さみたいなものはなくなっていくと思うけどね。はい、ワドツ、いらっしゃい。いろいろ教えてくれるワドさんに凸できません。え、どういうこと？痛いっていうかね、バスケットボールが至近距離で、まあ、ボクシング殴り合う距離で、まあ、1メートルないかあるかぐらいの距離あるじゃん。あそこでバスケットボール思いっきり投げてくる感じ。だから油断してるとバーンって顔に当たると鼻血が出るでしょ。で、まあ、ブロックしたら痛くないじゃん。自分の持ってるバスケットボールがひょいってこうブロックしたら痛くないでしょ。
だからガードしてれば痛くないっつうか、まあ、痛いんだけど、バスケットボールぶつけてくんのをバスケットで受け取るみたいな。そういう感覚に近いね。だからちょうど16音声を顔面にバーンって綺麗に入った鼻血ドバって出るから、あれくらいの衝撃だと思った方がいいよ。今日ね、いや、さっきね、アンチがね、どっか行っちゃったんだと思うよ。なんか、枠取り直しを何回もやったから。他に行っちゃったんだと思う。TCP 怖いね、なんかね。私のテル君に手出さないでよみたいな感じになるから すげえ怖いよ。通常枠に変える？とつまちやめて。雑談配信にする？なんかかかってこなそうじゃね？貯金別にいくらもないよ。500円の貯金が、なんか数十枚500円があるだけで。貯金なんかないよ。貯金嫌いだもん、俺。はい、ワード2。40号さんいらっしゃい。まあ時間がね、変わったら人が集まってくるかもしれないから、もうちょっと試してみてもいいかもしれないけど。ああ、ありがとうね。いや、気づいた気づいた。数合わせしてくれてるなと思って。ありがとう。アイテムの数か合わせてくれると嬉しいよ。キツネはね、すごい好評だね。狐枠が向いてるみたいだね。なんか好きなこと書けるし。うちのリスナーさんはほら、なんか下手に有名じゃん。俺って和道って。だからね、和道のリスナーかよみたいなのがやっぱやらしいよ。だから誰だかわかんないで書けるの気楽に書けていいみたい。パワハラは弁護士に相談した方がいいけど、労働局、なんだっけ、労働事務局とか、そっち側の方が企業が痛いはずだから、そういうところに連絡するといいと思うけど。ごめん、パワハラについてはあんまり知識がないわ。ごめんね。いや、枠を何回も取り直したからね、リスナーさんがどっか行っちゃった。トレさん、脳の病気っていうか、パンチドランカーでしょ、完全に。あと、統合失調症じゃん。まあ、だって本人ね、全裸で歩いて、処置入院されてるから。脳の病気っていうと、語弊があるんだ。精神の病気ね。風船ありがとう。ヒゲ整えてるよ。うん。ここのヒゲもバリカンでカットしてるし。ここも長さ整えてるよ。無造作なヒゲじゃないよ、これ。ライン綺麗じゃん。武将ヒゲじゃないよ、これ。整えないとこうならないから。むしろめちゃめちゃヒゲ整えてるわ。労働基準監督局か。ありがとう、41号さん。パンチのランカーっていうのは、よくさ、脳震盪っていうのを起こすためにパンチで殴るんだけど、顎をこうガンってやって、で、脳の中で頭蓋骨にぶつかって効いてる効いてるってなるのよ。よろよろ牛みたいになるでしょ。生まれたての子牛みたいになるじゃん、子鹿とか。あれは脳が頭蓋骨に衝突して脳がグラグラしてるから言うこと聞かなくなるの、体が。そうで、やっぱり脳に傷がつくから、それで脳にダメージがある。それがパンチドランカー。精神でもなるよ。精神でもろれつ回んなくなるよ。それはね、でも薬の副作用が多いんだけど、ドレさんのろれつはパンチドランカーだと思うよ。ドレさんはね、花火師いなくなっちゃったって噂だよね。まあ、配信長くやってたらしょうがないよ。そうそう、完全な後遺症。脳の後遺症だから。ドレさんは軽くパンチドランカーだよ。軽くっつうか。美容院予約取れないんだよね。2件ぐらい電話したんだけど、ダメだった。だから自分たちで切ることにした。のんちゃんが俺の髪の毛切って、明日切るよ。明日のんちゃんと俺のヘアカット枠だね。髪の毛切る枠やります。和道さん、花火師いる？俺ね、今ね、花火師っていう言い方もあれなんだけど、花火をたくさん投げてくれる人は2、3人いるかな。うん、で、まあ、月に1万円、2万円って投げてくれる人が10人ぐらいいる感じかな。だから、なんだろう、爆投げっていう感じの人は、まあ3人ぐらいかな。うん。統合失調症はまた別の病気だね。うん。心が病むと、脳にストレスが負荷がかかってくると、幻覚が見えたりするのが統合失調症。要は自分が何やってるか分かんなくて、幻覚に悩まされたりとか、あとその被害妄想が出てくるのが
統合失調症。要はなんか声が聞こえるとか、知らない人が追っかけてくるとか、花火師さんに、花火師さんだけじゃないよ、見てくれてる人にも感謝するよ。すごかったよね、前ね。ファンタスティックドカーンって上がって。そりゃそうだよ。だって、インターネットで有名っつっても、一般的に有名じゃないもん。200人の中で、だから250人の中で、多分、知り合いの250人が、多分、インターネット生放送自体を知らないんだと思うよ。だって、ネット生放送の中で有名なんだもん。俺は精神の病気あるよ。躁うつ病と、広汎性発達障害っていうのと、統合失調症。古参の定義って何だろう？どれくらい前から見てたら古参？ 3 年じゃないの？俺の枠に限って言ったら3年ぐらい見てたら古参だろうね。大体ね、3年追っかけるって難しいから、3年間ずっと見てるって人はもうヘビーユーザーだよ。大体3、2年3年でぐらっと。あ、周りにふわっと知ってる人いなかったらね、俺のこと知ってる人もいないよ。雑談系がだんだんダメになってきてるな。ふわっちは雑談系弱いね。ていうか、それはね、しょうがないんだよ。雑談が一番難しいから。喋りでね、人を楽しませるって結構難しいんだよ。俺妄想あるよ。俺妄想。あるあるある。よく見るとアンチとやり合ってる時に花火飛ぶ傾向。なんかそうだね。なんかそういう傾向があるね。俺はふわっちだけだね。生放送やってるサイトはふわっちだけ。SNS は Twitter と YouTube に力入れてるけど。まあでもなかなかうまくいかないね、Twitter と YouTube は。だからまあ、ふわっち、Twitter、YouTube がメインの拠点。で、その中でもふわっちは特に時間ついてる。俺の妄想はひどい時は、ニコ生ヘビーでやってた時は、普通に電車の中とかでバーって一人で雑談やっちゃって、コメントが右から左に見えてるの。コメントが視覚で見えちゃってるのも。で、一人でその妄想でその喋っちゃって、で、当時付き合ってた彼女に静かにしてって、また喋ってるよとかよくあった。そんな感じ。あとはそのもうひどい時だと、なんか一人でブツ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 誰かと会話してるみたいな。怖いよ。傍から見たらもう、一人で喋ってる人だよ。一人で笑ってる人っていうか。YouTuber は SNS だよ。YouTuber は SNS だよ。それがメインではないけど、SNS ではあるよ。とつこないね。まあまあいいんじゃん。しょうがないでしょ。来ないもんは来ない。さっきいっぱい来てたんだけどね。ただね、その統合失調症っていうのは、メインでなるよりもね、何かしらの心の原因があって、それで脳がバグっちゃって、要は疲れてたりするとなるっていう病気だから、統合失調症は結構誰でもなるんだよ。心を追い込みすぎちゃうと。ありがとう。風船30個ありがとう。ありがとうございます。誰でもなりやすい病気は統合失調症かな。うつ病とか。だから、心の状態が落ち着いてくると、それがなくなっていくの。俺はあと被害妄想が強かったかな。とんでもない被害妄想が。アイテム投げた人は大体わかるかな。大体。一回しか投げたことないっていうのとかわかんないけど。そうだね。頭の使いすぎとも言えるね。雑談って話す前に考えてるんですか？それともコメントを見て話してる？俺はね、32号さん、後者。コメントを見て話すスタイルに切り替えた。昔は、ネタ帳を作ってて、今日話す内容、お題だけ書いてたの。で、お題だけノートっていうか、カンペだよね。カンペを見ながら、お題に沿って10分話すとか。で、何個かのお題やったら2時間、3時間経つみたいな放送スタイルだったんだけど、それってお題作るの大変だよ。
だからね、このままじゃ配信もうネタ作りで潰れちゃうと思って、フリートークの方に切り替えたね。今日起こったこととか普段考えてることをみんなにシェアしていくっていうやり方。今はそういう感じだから、コメントを見てやったり即興芸の方が、伝わりやすいかもしれない。その思ったこととかを常に表現できるようにならないと先がないっていう風に感じたんだよね。不眠症もあるよ。不眠症は今でも残ってるっていうか、ロングスリーパーで不眠症なのはもう多分治らないと思ってる、俺に限っては。脳の使い方が下手なんだよ、人よりも。脳の使い方がめちゃめちゃ下手。もうこればっかりは向き合っていくしかないからしょうがないんだよね。誰かにさ、誰も助けてくれるわけでもないし、誰かに理解してもらえるわけでもないから。だから自分に合った仕事とかを選んでいくしかないんだよ。俺はまず精神病にとあることがきっかけで通い始めたの。で、診断されたのは躁うつ病と統合失調症っていう2つで、でも先生に言われてたのが、躁うつ病と統合失調症だけどなんか気になるみたいなことは言われてたの。一応これで診断書は今病名はつけてるけど、多分別の病気だと思うっていう。その精神病っていうのは表になってる症状ってあるじゃん。だけどそれに原因があったりするの。例えばうつ病になってます、なんでだろうって、そのカウンセリングしていく中で、例えばアメリカの兵隊さんだと戦争に行った経験があって PTSD って言って、戦争が原因で、心にしこりが残ってトラウマができて、それでうつ病になってるみたいな。だから原因を探っていくのね。で、そのうつ病とか統合失調症を探っていく中で、半年後に大体分かったと。私は専門医じゃないんだけど、おそらく広汎性発達障害だと思うから、広汎性発達障害のセカンドオピニオンを使いましょうっていうふうになったんですよ。で、検査をしたところ、まあまあ間違いないだろうって、そういう流れだったね。俺ね、ドルさんが急に落ちたんじゃないと思うんだよね。ん？和道さん、なんで急に人気が落ちた？ドルさんと同じように稼げなくなってる？俺だって昨日あれだよ、デイリーランキング7位だよ。俺は7センチじゃない、11.2センチかな。11.2センチ。マックスね。マックス11.2センチ。普段は2ミリぐらいじゃん。俺和道だよ。俺の症状はだから広汎性発達障害だから、アスペルガー症候群と ADHD の併発型。要は空気が読めなかったりとか、人との会話が困難だったりする感じ。あ、全然コラボ全然いいっすよ。全然いいっすよ。YouTube 焼肉食べ放題1000円ってあんの？何それ？月収は言わない、人に言うもんじゃないと思ってるから。発達障害っていうのは脳の機能の中で特定の部分が動いてないっていうのかな。普通の人は使えてる脳の機能を使えない人がいるっていう、そういう感覚でいいと思う。広汎性発達障害に ADHD 入りますよ。入ります。広汎性発達障害の中に ADHD、 注意欠陥多動性障害は入ります。これが広汎性発達障害なんだけど、これが広汎性発達障害ね。あれ？注意欠陥多動障害入ってないな。ごめん、入ってないわ。ごめん、俺の間違いだわ。発達障害の中の区分だわ。俺はこの多動性障害っていうのと、アスペルガー症候群。ごめん。広汎性発達障害じゃないわ。これ、ごめん。俺、勉強になったわ。間違ったわ。こっちの言ってる人が合ってるわ。ごめん、ごめん。俺、勉強になった。一緒だと思ってたわ。発達障害の中に分類されてるんだ。ノエルは病気だと思わないけどな、俺は。すげえ頭いいよ。自閉症スペクトラムの中、要は、発達障害の中の、広汎性発達障害の中の、自閉症スペクトラムの中のアスペルガー症候群。
要はこれ全部一緒。全部一緒っていうか、区分分け。へえ、すごいね。え、あーなんて2月の28まで YouTuber 1000円で食べられるの？家の近くにあるわ。すごいね。へえ、そんなイベントやってるんだ。最近病院も薬も飲んでないです。僕は自力で治そうと思ってやめましたね。俺ね、多分ね、リアルで会うとわかるよ。リアルで会うと、病気なのがわかると思う。そんな和道が捨て頃で頭殴られて大丈夫なんか。これ難しいんだけど、広汎性発達障害って脳は別に普通にあるの。脳は普通にある。で、脳ってシナプスがつながってるかどうかなの。要は電気信号でここが熱くなったりとか、電気が流れてるかっていうイメージ。だから中の神経とかシナプスの問題なのね。だから俺は、得意な部分は異常に発達してるんだけど、普通の人が持ってる感覚っていうのを持ってないと思った方がいいかもしれない。脳に傷がついてるんじゃないのよ。繋がってない神経と太すぎる神経があって、バランスが悪いって感じ。そんな感じよ。だから頭殴られて、まあ頭殴られるのは普通の人でもダメだから。だから何とも言えないよ、そこは。いきなり弾薬じゃないよ。昔から減らしていったよ。まあ本当は弾薬っていうのはあんまりやらない方がいいんだけど、急激な弾薬とか、俺は薬飲むのが嫌いだったから。一部働いてないっていう言い方初めて聞いたかも。まあ表現が難しいんだけど、それでも合ってると思うよ。脳の中の一部の機能が、それを使うのが下手っていう感覚かな。低型発達者の通常使えるルートが通れなくて、考えやら捉え方が低型と変わってしまう障害。あ、53号さんが多分正しい言い方だと思う。ありがとう、64号さん。ハートありがとう。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。ありがとうございます。64号さん、ハートありがとう。ありがとう。なんて言えばいいんだろうな。要は何だろう。性格に癖がありすぎるとか捉え方でもいいし、昔はそういう分類だったの。最近できた病気だと思って。要は昔はじ、あの人格破綻とかで片付けてたの。変わり者とかで。発達障害イコール社会不適合者っていうわけではないよ。発達障害で成功してる人もいっぱいいるから。むしろ、発達障害をうまく使って、大成功してる人とかもいっぱいいるよ。そう。だから、障害イコール、知的障害みたいなね、身体障害とはちょっと違うんだよね。あ、難しいですよ。大人の発達障害は本人が気づいてないから。俺も27歳まで自分がまともだと思ってたから、俺も気づかなかったよ。よっさんが社会不適合者っていうの口癖っていうのがよくわかんないから、俺よっさんの枠見ないから、ごめん、わかんねえわ。あ、自閉症系で職人かたぎとか頑固者じゃん、職人って。サラリーマンできないでしょ。あれ発達障害の特徴だよね。だから、発達障害だからってダメだっていうわけでもないのね。向いてる職業っていうのは必ずあるから。ひろゆきは病気じゃないでしょ。あ、異常に頭がいいだけだと思うよ。そういうこと。67号さん。知能に問題ないけど、海馬とその周りの発達が遅れてるから。だから、極端に言うと、すごいドライな感じがしたりとか、他人の行動を考えないで、自分の行動とかを主張する人なんだよ。だから空気を読めなかったりとか、仕事で結果を出すかどうかっていうのは本人の問題じゃ。発達障害だから結果を出せませんとかではないのね。だから、例えば絵を描くのが異常にうまかったりするんだけど、上司に指示された絵を描けないとか。だから、ちょっと癖のある人だよ、癖のある人。DV とかすぐ切れるとか精神に障害があるの？いや、わかんないな、それは。
それはわかんないわ。そうそう、そういうこと、そういうこと。50号さんの言い方が正しくて、人は何かしらの障害が持ってるの。精神疾患を必ず抱えてるんだけど、その度合いが違うだけ。要は、もう社会で生きていけなくなったら病名がつくっていうだけ。そう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 、ジミー大西さんとかそうじゃん。そう。本好きですよ、僕は。ただ、俺には特徴があって、小説が読めないんですよ。要は、ストーリーとか物語系の小説一切読まなくて、実用書ばっかり読むの、俺は。本棚がね、変なの。小説っていうのは村上春樹しか読めないんですよ。全然、その脳の中で文章でイメージをすることが苦手なのね。俺は発達障害だね。他人の気持ちや会社の状況を優先して、自分のことがわけわかんなくなるのは何？ごめん、意味がわかんないな。他人の気持ちや会社の状況を優先して自分がわけわかんなくなるっていう状況が意味がわかんない。いや、映画は作れると思うよ。そういう映画の手法とかあるから。映画は作れると思うよ。逆にそのアスペが作った映画の方が尖ってるというか、いいと思うよ。そうそう、アスペルガーとかの話ね。こんばんは。発達障害にはとても見えない。あなたにとっての発達障害っていうのが何なのかじゃないの？医者が診断してるわけだからさ。西川さんっていうね、生活保護の配信者がいるんだけど、あの人と全く同じ病気だから、多分似てるはずなんだよね。西川さんと喋り方とか、特徴が結構似てるはず。ああ、もう、障害は、障害に対して、理解がある人じゃないと無理だと思うよ。それが辛かったら別れた方がいいと思う。世の中でいい意味で変人扱いされている人は天才だったり、著名な人だったりする。見た目ではわかんないよ。自称じゃないよ。診断受けてますよ。あ、俺もね、子供の頃図鑑ばっかり読んでたね。辞書も好きだね。すげえわかる。特に恐竜の図鑑とかね、昆虫の図鑑とか植物の図鑑とかね、宇宙の本とか今でも好きだね。図鑑ばっかり読むの好き。俺は自己肯定がすごい強いね。片付けられない人多いね、発達障害ね。例えば自分の気持ちは置いておいて他人の気持ちを優先して動くことしかできないのは、わかんない。俺は自分の気持ちを全部優先して生きてきたから。テルと映画？ああ、3年付き合ってればね、別れるの勇気いるね。そうそう、トム・クルーズはね、文字が読めないんだっけな。そう。文字を読んで記憶することができない。発達障害、発達障害イコール何ができないっていうわけじゃないの。例えば、アスペルガー症候群ってどんな人って言ったら、性格によるって感じの。これがね、そう伝わりづらいの。うつ病だったら気分が落ち込んでるって説明ができるじゃん。発達障害っていうのは、IQ がバラバラに出るから、その IQ のでか、バラバラの出方によって、その性格が変わるのよ。だから何ができないっていうのは人によるの。ここが難しいところなんだよね。だから、俺の、アスペルガー症候群の俺の特徴は何って聞かれたら、俺は答えることができる。ただ、アスペルガー症候群全員そういうふうに当てはまらないんですよ。だからそこがね、多分誤解をね、受けるところだと思う。俺はね、27歳の時。あ、2号さんね、それ面白い質問。彼女と一緒にいた方が自分の利益になるっていう判断をしたの、俺は。わかる？彼女と一緒にいて、彼女が笑ってくれる方が俺の利益だっていう。彼女の笑顔を見たいっていう利益の判断をした。それね、さっきの枠で説明してたんだけど、音声が途切れちゃったんだよ。わかる？ SSRI は飲んでないですよ。SSRI はちょっとやばいんだよね。自殺者が多かったりとか、問題になってる薬だから。では、和道さんに出る病気かどうかっていうのもあれなんだけど、俺のアスペルガーの特徴っていうのは時系列、要は
時間軸の把握っていうのがまず極端に難しいっていうのと、言語把握能力っていうのが極端に難しい。うん、この2つが特徴だね。俺の場合は。あ、詐病っていうふうに言われやすいよ、アスペルガー症候群。俺ははっきり言って、西川さんは間違いなく発達障害。絶対発達障害。俺は断言できる。医者じゃないけど、もう A 型作業所でもああいう人いっぱい見たもん。あれは完璧に詐病じゃないです。絶対アスペです。右脳強いっすね。右脳？え？じゃあ左脳が強いね、俺は。超左脳型。時系列って例えばっていうのは、それが難しいんだよね。例えば、だいたい、例えばね、じゃあ、今度また会おうよ。今度っていつだよってなるの。今度っていつですか？何月の何日の何分ですか？いや、みたいな。そういう感じ。そういう感じ。空想直感の言語解釈が左脳。俺はね、言語性 IQ が異常に高いのね。だから自分のことを喋るのはすごい得意なの。社交辞令が分かんないんじゃなくて、今度また会おうねって言って、今度っていつですかって言って、相手が喋らなくなる意味が分かんない。今度会おうって向こうが言ってきたわけじゃん。何言ってることがめちゃくちゃ。具体的に言って、具体的に。いや、だから、人気が出る人っていうのは、配信でね。要は考え方が尖ってる人とか、変な発想をする人じゃん。だから、有名になる人は変人が多いって。要は変人って、病気を持ってる人が多いって思うよ。グレーっていうか、向こうが会いたいって言ってきてるわけじゃん。今度会おうねって。じゃあいつ会うのって。そんなこと言うなよってことを俺が言ってんの。なんでわかんないの？向こうが会いたいって言って、今度会おうねって、今度っていつって、なんでそれが社交辞令なの？全然意味がわかんないんだけど。会いたいんなら日時指定してよっていうことを俺が言ってんのは。言ってる意味わかる？向こうが会いたいって言ったの。俺が会いたいって言ったわけじゃないの。ちょっと待ってね。もしもーし。もしもーし。もし。聞こえる？あ、聞こえます。イヤホンつけてる？イヤホンマイク。いや、イヤホンなかったんですよ。ちょっと今出先で。あ、そうなんだ。どうしたの？俺が言いたかったんですけど、俺？はいはいはい。ワトさんが ADHD のことを発言してたじゃないですか。俺よく話すね。で、自分も ADHD だったんですけど、ほうほうほう。今まで発達障害っていうことが、他人になんかバカにされるというか、社会的にまだ認められてないような病気だなと思ってて、で、配信とか活動とかの、そのコスプレ活動において、一度も発言したことがなかったんですよ。発言？発言というか、自分はこういう病気持ってて、カミングアウトってこと？そうです、そうです。で、配信とかも結構やるんですけど、やっぱり私は、
漢字とか暗記とかができない人間なので、あ、俺も一緒一緒。で漢字とかがすぐ間違って読んでしまうんですよ。それでいつも指摘されてバカにされるので で、自分は発達障害だってことをこの間カミングアウト予約とできて、あ、そうなんだ。ですごい気持ちが楽になったんですよね。よかったよかった。で、和道さんがその発達障害だっていうふうに自分で言ってて、勇気もらえて言えた感じだったので、すごそうなんいだ。ありがとうございますって言いたくて。ああ、いや、なんか、ケイトの、ねえ、何かしらの役に立てたなら、俺は嬉しいよ。あとは何だろう、私も彼氏いるんですけど、言うて和道さんとあんまり年齢変わんないんですよね、私ね。で、彼女さんって15歳差じゃないですか、彼女和道15個さん。上だよ。で、私の彼氏も15個上なんですよ。へえ、結構年上で、なんだね。47歳なんですけど、で、なんだろう、他人事に思えなくて、いつも和田さんの配信を 見れなかった時に YouTube とか全部見てたり、ああ、嬉しい、ありがとで、配信やってない時は YouTube 見て、う。配信やってる時はコメントなかなか打てないんですけど、作業やりながらなんで、ラジオ的な感じで聞いてたりするんですよね。嬉しい、ありがとほぼ毎日見てますんで。ああ、嬉しいよ、ありがとね。応援してます。ありがとう、頑張するいません、ね。アンチトットじゃなくてすいません。あ、なんか、全然いいよ、何そうでいも。う、なんか、病気の話とかされてたんで、お礼言いたくて。ああ、すごい嬉しいよ。ありがとね。なかなかね、よく言ってくれる人いないからさ。ありがとう、嬉しいよ。照れくさいこけれど。からも応援してます。これからもよろしくね。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。失礼します。ケイトさんでした。何の話だったっけ？マドさん素敵、ありがとあのね、俺はね、笑顔がね、もともと全く出せなかったの。で、営業マンの頃に怒られて、これ後天的に身につけたものだね。だから笑顔が嘘くさいのはね、結構見抜いてるかもしんない。俺ね、作り笑顔すげえ、心がこもってない笑顔得意なんだよ。営業マンの時に徹底的にずっと笑ってろって怒られたの。ブスッとしてる顔だったの。社長に叩き込まれたの、これは。ずっと、口角上げてろって。そう、営業スマイルの。これは、普通の顔でぼーっと喋ってても、怖いっていうふうに、お客さんにプレッシャー与えるからっていう。だから、普段ね、仏教の話とかね、自分の好きな話題を喋ってる、険しい顔してる時が、あれが本当の顔。あれが本当の顔。俺はね、テレホン回線、電話営業だね。電話営業。だからね、笑顔なのね、俺は後天的に身につけたコミュニケーションね。俺がね、本当に笑ってる時ってどういうかっていうと、ケタケタ笑うっつうか、クックックックってバカにしたような笑い方してる時が、俺が本当に笑ってる時だね。俺が本気の笑いの時わかるでしょ？リスナーさんだったら絶対わかんのよ。俺が笑ってる時ってなんかね、クッククックっつうか、ケッケッケッケって笑うんだよね。ケッ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 みたいな感じで。あれは本当の笑顔だね、俺の。笑顔と笑い方ずれてる時ある、俺。あれが本当に俺が楽しんでる時。俺の本当の笑いは、ああいう笑い方した時。わかる？
俺が大体ね、営業スマイルしてるときはね、どうしたらいいかわかんないときだから。その場しのぎの笑顔だよ。わかる？そう、クククって笑ってるとき本当に楽しそうでしょ。あれは俺が楽しんでるときだね。無理に笑わないとね、すごい嫌なやつになると思うよ。別に、じゃあ普通にその口角出さないでやろうか。すっげえ冷淡な人間に見えるよ。実はね、眉毛上げたりオーバーにする、これよくやるでしょ、俺。これも実は、後天的に身につけたやつなの。俺、普通に淡々と淡々とやるよ。この眉毛上げるのと、こういうニコって、こういう顔は後天的に身につけたの。ハートありがとう、64号さん。ありがとう。ハートありがとう。音途切れてきた？音途切れてきた？何？アベマの仕事なんかないけど。アベマから依頼なんか来たかな？アベマ？アベマから仕事の依頼なんか来てないけど。こんばんは。ラーメンは行かないっすね。あ、ドルさんと話してる、クククって笑ってるのは楽しいんだよ、ドルさんと話してるのが。知らない。俺、アベマから依頼なんかオファーなんか来たことないけど。何の話か分かんない。音大丈夫？アスペって言われてショック受けたじゃなくて、俺はなるほどって思ったけどね。なんか世界の謎が解けた感じがした。なんか俺は自分以外の人間が俺の話理解できないからバカだと思ってたの。正直。99%ぐらい。関わる人間のほとんどがバカで愚かでって本気で考えてたの。で、壊れてると思ってたの。ほとんど人間が。で、俺は天才なんだみたいな風に本気で思ってたの、子供の頃から。これはマジの話。で、先生にそれを話した時に、先生がうーんって悩んで、壊れてるのは島津くんの方なんじゃないって。まあ、俺の本名は島津って言うんだけど、島津くんの方が壊れてるんじゃないかなって言われた時に、俺はコペルニクス的展開だったね。びっくりした。先生、それだわっつって。そう、俺は自分、ほら、壊れてる人間は自分のこと正常に考えるわけよ。だから99%人間が正しくて、自分が壊れてて、自分の物差しで世界を測ってたんだっていうことにその時気づいたんだよね。そう。で、その時に勉強を始めた時に、その取扱説明書みたいなのを自分で作ることができたの。例えば、働かないとか、寝たい、起きたい時に起きる、寝たい時に寝るとか、その自分に合ってるライフスタイルみたいなのを作っていくことができて、で、まあ、それで生活が成り立つようになったから、俺はその障害っていうことに気づけてよかったなっていうふうに思ってる。もしもし、はい。聞こえますか？あ、聞こえます。はどうです？私はたまに配信見させてもらってます。ありがとうございます。どうしたんですか、コラボアークとかして。コラボーグ、たまたまやってたんですよ。あ、そうですか。はい。私はアンチでも何でもないんですよ。あ、全然構いませんワよ。ドさんの。はい。結構苦手なタイプじゃないです。であ、も僕生の。活保護から脱出して配信者になったっていうことはなんか存じ上げておりますよ。ありがとうございます。さっきね、私ちょっときつい枠ではい。コメントを出してもらったんですが、生ありが活とう。保護者だったじゃないですか。そうです。配信と生活保護はどっちの方が生活が豊かでおられます？あ、今の方が生活は豊かになりました。ああ、そうなんだ。はい。
よかったですね。よかったです。はい。配信始めて。すいません、和藤さんって、加藤さんっていうの、和藤さんっていうの。和です。和道です。すいません。はい。そうなんだ。ごめんなさい。携帯が風邪気味なんで。全然大丈夫ですよ。はい。すいませんね。売名行為でも何でもないんで、お気になさ大丈夫らですずに。よ。売名だとしても全然大丈夫なんで、僕は。売名す売るほ名ど。も大歓迎なんで、はい。売名、和藤さんで売名しても、一人しか来てくれないと思うんで。あ、そっか。うん。アクセサリー作ってるんですよね。はい、作ってますよ、アクセサリー。ご趣味で。あ、いえ、そうですね。まだ作品ができてるわけではないので、販売ができてるわけではないので、一応受注はいただいてるんで、まあ、それが出来上がってから仕事になると思います。そうなんだ。はい。私もなんか配信ってね、それで飯食う結構大変ですか？そうです楽ね。しくやってます。大変ですよ。ねはい。え。でも働くよりかは、もう和藤さんクラスになると楽ですよね。楽ではないですよ、全然。配信は配信で、やっぱり大変ですよ。確定申告とかもしてるんです？確定申告とかもしないとダメですよ。個人事業主なんで。一応そういうふうになってるんだ。そうです。はい。副業扱いなんで、サラリーマンが収入が得ても確定申告は必要になってくるんで。はい。そうなんだ。で、ちなみにね、アンチとつまちっていうけど、和藤さんはアンチいるの？いますよ。さっきもかかってきましたよ。そうなの。結はい。構喋ってることはね、はい。別におかしなこと言ってるわけでもないのにね。あ、そうですか。まあ、人の受け取り方なんで、僕のこと嫌いな人もいっぱいいますよ。あるある、そんなのは確かに。はい。びっくりした。コラボ開けてもらってすみません。いえいえ、とんでもない。はい。ちょっとね、和藤さんってどんな人かなと思って、おこんしゃなべり人しでてみてす。もしゃべね、なかなか大手さん、まあ和藤さんも大手さんだな、もうそんなこと100人以上いるんだから。ない。いえいえ。1000人クラスといってもアイテムね、少ない人もおるし、数少なくたってラジオ配信の人でね、いつもこうトップクラスの人もおるし。なんか和藤さんの、フォロワーはしないけど、だって和藤さんこうハートこうすぐトップ上位に入るじゃん。はい。だから、和藤さんやってるわと思ったら見れるから、フォローなんかしなくてもまあ問題ないかなみたいな。ちなみにごめんなさい、金ちゃんファンです。ああ、金馬さん好きなんですね。はい。金馬さとんいいちゃん人までんすとね。か。いい、ああ、うなちゃいいまんもじ面白いですね。はゃん。い。褒めてるし。ライバルでしょ、大手さん同士まあまあ、の。ライバルっていうかまあ、金梅さんとうなちゃんはもう本当に大先輩なんで。まあ、ニコ生からしたら、ちゃんまんが一番有名したもんね。そうですね。はい。ちょっと和道さん、私ももう皆さんの邪魔するし、あれだけど、和道さんのちょっとアクセサリーちょっと見せてもらっていい？僕アクのセまサだリー作。完成してないんですよ、まだ。現物ができてないんで。だからお見せするものがないんですよ。もしよかっそうたなら、んだ。ツイッターの方に作り途中のものはアップロードしてるんで、写真で。ツイッターの方見ていただけると写真が載ってます。器用だよね。今してるアクセサリー自分で作ってるでしょ。あ、これは違います。市販で売られているものです。はい。クロワーズ？クロムハーツではないですよ。無名のメーカーのです。シルバー、ほいな、でもな、材料費もいっぱいかかるからな、なかなかね、大変です和藤さんね。が好きで、買ってもいいよって言ってくれる人がね、おったらいいわ、ちゅう感じやってるんだと思うから、あ、なんそうとでもす言えんね。けど、はい。ね
あ、よかった。なんかね、生活保護から脱出してこうあるけど、なんかね、結構まともに喋ってる人だなと思ってね。まあそんな感じですよ。すいませんね、ババアラップ。あ、ごめんなさいね。これ、喧嘩とつまつしてたの？あ、喧嘩とつまつっていうわけじゃなくて、アンチの人の意見も聞いてみようかなと思って、外、意見を聞いてみようと思って、コラボ枠にしました。あ、そうなんだ。私初めてだわ。でもちょっとなんか勘違い人ですね。ちょっと好そんな感そ度んな。私とだからアップしちゃったな。あ、本当ですか？で、彼女も大切にしてるでしょ、ワイドあ、そうさん。ですね。彼女にはもう本当助けられてます。何、ちょっと見て、勘違いよ、これ。またちょっとフラッチ上げた時に、上位にはおると思うから、遊びにいらしてもらおう。ああ、ありがとうございます。延長料ハート5個ぐらいしか投げれないですけど、よろしくお願いします。ああ、すいません。あと気が風向い船。た時、気が向いた時で大丈夫です。ハート5個ぐらいなもんで。ありがたいです。ありがとうございます。嘘ばっかり、花火くれて、こっち行ったらいいのに。ねえ。そうですね。でもまあ、あんまりこじると僕、悪名高いんで嫌われちゃうんで キスはそんなに全然何にも和道さんのことを悪く書いてると、結構私知ってる人和道さんファン多いんだよ。あ、本当ですか？あ、嬉しいです。そう言っていでたもだけると。和道さんファンですっていうのは隠してるみたい。あ、そうですね。みんな隠してます。隠れファンが多いみたいよ。叩かれちゃうみ隠れたいフなんァで。ン。そうそう。和道さん、これ配信って残すんですか？残しますよ。まあまあ問題ないですわ。別にリアル実害ないんで、よかった。ちょっと和道さんとお話ししたくって、好感度もアップ、私の中でアップして、ありがとうございます。たぜまひぜにひ。寄って、ハート5個ぐらい投げて遊びにまた来ます。あ、わかりました。ありがとうございます。じまゃたよろしくお願いします。あ、すま、あの、コラボ枠あげてもらってありがとうございました。あ、ありがとうございました。失礼しお前ます。さん、なんか素敵なあれ作ってね。頑張ります。失礼高し値ます。販売しないとね。そうですね。一ありが生とうご懸ざい命ます。手間暇かかるから。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼し対処ます。させていただきます。また遊びに寄らせてもらいます。よろしくお願いします。失礼し失礼します。ます。大手術。ありがとうございました。コラボ上がりたい人どうぞ。147名さんいらっしゃい。楽しんでってください。珍しくコラボやってますね。一応一人一人と会話するスタイルで、あんまり大人数だとわちゃわちゃしてなんだか分かんなくなっちゃうから、一人一人と会話する感じでやっていこうと思います。アンチじゃなくてもね、全然コラボ上がってね、いろいろご意見いただいてもいいのかなと。わざとらしい対応なんとかできないって言われてもな、これしかできねえからな。ごめんね。
今ブロック全然いないよ。テレクラのインフォメーション係はやんないかな。 アメスピ美味しいでしょ。最初ね、癖があるからね、苦手かもしんないけど、慣れるとこれ以外吸えなくなりますよ。アメリカンスピリット以外吸えなくなっちゃう。まあ、凸は上がりたい人はでいいんじゃん。それまで雑談やってればいいから、まああんま気にしなくていいんじゃないの。上がってきたタイミングで添加物入ってないっていうか、アメスピは全部添加物入ってないはずなんだけどね。ナチュラルって書いてあるから、添加物は入れてないはずだよ、アメスピは。あ、ありがとうございます。ハート10個ありがとうございます。延長代ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。いや、灰皿はちゃんと火消さないとダメよ。寝てたら火事になったりして、火事なんか人生取り返しつかなくなるから。メガホンありがとう。97号さんだね、さっきの人は。まあまあ匿名枠だからね。まあ誰が誰って詮索しないのが醍醐味だから。灰皿にね、火を放置しておくのは良くないよ。俺、生活保護を抜けましたね。もともと生活保護受給者でしたよ。もともと。ソファー、これ2000円のソファーだよ。これ。これ2000円のソファー。おしゃれじゃないよ。お金がないから安いものしか買えない。もう何年も使ってさ、ダミーの革なんだけど、ガムテープで貼ってあるからね、ボロボロに破けちゃってる。あ、そうだね。部屋片付かないとね。もうこれ2000円だよ、本当に。安物だよ。もともとこのソファいくらですかってリサイクルショップ行ったら8000円って言われて、あ、じゃあいいやーって言ったら、ちょっと待ってお兄ちゃんっつって、これ誰も買わないし邪魔なのよって、リサイクルショップ場所が命だから持ってって2000円でいいやって言われて、それで買ったの。2000円でいいのっつって、そう邪魔なんだよ実はっつって。部屋はね、7畳ぐらい。7畳にね、3人掛けのソファーだから、結構無理くりなんだよね。そう。おばちゃんがね、結構、安くしてくれたの、よく行くところだから。安いよね。2000円で、まあ、3人掛けのソファーだったら、まあまあ、安いっすよ。リサイクルショップバカにできないよ。特に東京なんかびっくりするもんが捨てられてて、新品みたいなでっかいテレビとか普通に捨てるからね。家具とか、高級家具とか。お金持ちが住むエリアだから、リサイクルショップでも全然新品同然っていうかさ、本当にもう引き取ってみたいな。東京はびっくりするもんがいっぱい捨てられてるよ。ダサいアクセジャラジャラつけてってさ、俺の感性じゃん、それは。あなたにとってはダサいかもしれないけど、俺がかっこいいものを見、かっこいいと思うものを身につけて、何が悪いの？あなたにとってはダサいアクセサリーかもし、仮。あなたにとってはダサいアクセサリーかもしれないけど、俺にとっては、俺がかっこいいと思って買ってるアクセサリーだからさ。東京のリサイクルショップ、田舎の方がでっかいから楽しいよ。働いてますよ。リサイクルショップ回るの好きだね、昔から。なんか新品のものよりね、掘り出し物があったりするから安く。
だから30万する整骨院の、人体骨格っていうの、この骸骨、スケさんって呼んでるんだけど、この人体模型とかもさ、これいくらだ？ 6000 円かな？これ30万ぐらい新品だっつるらしいんだけど、人体模型とかも買ったよ。スケさん、スケルトンのスケさん。タイプの女性芸能人、南野陽子。南野陽子とか。南野陽子好きだね。髪ね、美容室予約できなかったから切らなかった。何の何の何の可愛い。いや、なんのとか可愛くない？すげえ可愛い。超タイプかも、なんのは。配信のどういうところが大変ですか？不特定多数の人が見るから、俺がいいと思って言ったことが、その人にとって良くないわけですよ。100人とか200人に向かって、俺はこう思うんだって言った時に、人間ってなんでものを話すかっていうと、承認欲求っていうのがあるんですよ。人に認めてもらいたいっていう欲求があって。で、人に話すっていうのは、そうだよねとか、とか、あ、私もわかるって言ってもらいたくて話してるのね。多くの人は。だけど、その承認欲求が逆に否定をされると満たされない時があるんですね。で、100人、200人っていう人が見てたら、僕の意見に賛同してくれてる人とはか、だけとは限らないんですよ。だから、反対意見が来た時に、承認欲求が満たされないっていう辛さがあるかもしれない。南野陽子ね。南野陽子。南野陽子です。ちょっとトイレ行ってくるね。いらっしゃい。狐の中にドレさんいる。本当に？なんでわかったの？なんでわかったの？ドレさんいるかな？わかんない。ワドちゃん、あなたマカオの配信でセカンドブレイク。本当に？マカオって台湾だっけ？マカオってどこだっけ？マカオって台湾だっけ？台湾に渡米するか。なあ。これ、俺あると思うな。台湾に渡米しよ
リスナーさんのね、そういう直感は信じよう。うん、台湾に渡米配信しよう。え、マカオって台湾じゃなかったっけ？台湾、ん？マカオって台湾じゃ、どこだっけ？どこだっけな。確か台湾だったと思った。香港？香港の隣？ちょっと行ってみるか。行ってみようか。韓国ではないよ。韓国はフィリピン、韓国フィリピンだっけ？え？韓国は、なんだ、ソウルだ。韓国はソウル。韓国はソウルだから。いや、花火ちょうだいっていうか、最近あんま言わないよ。だって花火ちょうだいって言っても、花火絶対くれないもん。花火ちょうだいって言って花火くれるんだったら、いくらでも言ってあげるよ。だって花火ちょうだいっつっても花火くんないもん。バクソが和道さんのこと叩いてましたよ。叩かせればいいんじゃないの？友達いなくなるだけだから、そんなことやめた方がいいよって言っておいて。友達いなくなっちゃうよって。友達いなくなっちゃうよって言っといて。そんなこと言ったらダメだよって。ああ、日本的価値観の中では生かされない。あ、それは子供の頃から思ってましたね。まあでも、しょうがないなと思って、日本人に生まれてきたのも僕は好きだし、日本っていう国が好きだし。ただ日本の良き文化だった察しの心、思いやりの心とかが全部裏目に出てて、本来の意味だった日本人の心っていうのは日本人を忘れてしまっていると思って、欧米化していってるわけですよ、どんどん。だからね、戦後からね、日本っていうのはアメリカになっちゃったんだよね。だから、もともと持ってるアイデンティティが悪い意味で残って、資本主義社会になってしまったんで、俺はそう思う。日本っていう国民自体が、日本人っていう愛国心みたいなものを持ってないと思ってるの。でも俺はやっぱり、そう、侍の末裔だからさ、やっぱり日本っていうのが好きなのね。まあでも、もう、よかった日本っていうのはもう戻ってこないと思ってる。北朝鮮にも行ってみたいっていうか、行けるんだったら全世界は行ってみたいっていうのが俺の考え方だけどな。今度会いましょも察して。うん、どういうこと？今度会いましょも察してって。ごめん、意味がわかんない。何？今度会いましょも察してよっていう意味がわかんないな。侍の末裔だね。あ、ボブヘアの方が圧倒的に好きですね。僕はショートカットの女性が大好きなんで、ロングの女性で、ロングの女性が編み込んでたりすると好きなのね。なんかこう、ショートっぽくやる、編み込むの可愛いのあるじゃん。ああいうのは好きなんだけど、僕はね、女性がね、髪長いと不潔に見えるんですよね。どんなにサラサラでも髪長いのは不潔なイメージがあります。僕はだから髪の長い女性嫌いですね。今日のパンツの色何色かな？黒ですね。黒。真っ黒。神風特攻隊どう思う？俺はね、遊州館っていうところに3回ぐらい行ったことがあるんですよ。靖国神社の、戦争博物館か。戦争博物館に行った時にね、当時の16歳、17歳とかの少年兵たちの書いた手紙っていうのを見た時にね、なんでこの人たちは頭がいいんだろうというか、なんでその崇高な生き方をしてるんだろうっていうのは感じたな。そう、とてもじゃないけど32歳の俺よりも多分はるかに誇り高くて、はるかにその気高くて、その頭も良くて、すごいんだなっていう気持ちと、そういう命が日本を、今の日本人たちを守ったんだなっていう複雑な思いがあるよ。そう、死にたくて死んだわけじゃなかっただろうし。
でもやらなきゃいけなかったんだろうし、その日本が持ってる、まあその神風だけではないけれども、なんていうのかな、俺のおばあちゃんは、俺のおばあちゃんのね、お兄さんは回転で死んでるんですよ。だからね、なんか複雑な気持ちになるよ、やっぱり。靖国神社へオフ会とかやんないよ。うん、あれは勉強しに個人個人が行くもんだと思ってるから。お母さんって言ってたんじゃないかな、多分。うん。記録が残ってるわけじゃないから想像だからね。はい、ワード2。洗脳されてただけっていうものの見方はちょっと短絡的なような気がするな。洗脳っていう要素もあったんだけど、洗脳されてただけっていうのは俺はあんまり好きな考え方ではないかな。まあ大きな要因の一つではあると思うけど、もっとその何かが行動とか結果が起こる時っていうのは、なんか複合的な要因っていうのは絶対あるはずの。例えば、その戦争一つのことを宗教が原因だっていう人もいれば、経済、金儲けのためだっていう人もいれば、俺は公共事業だったっていう、側面っていうのもあると思ってるんだけど、いろんな要素、いろんなファクターが噛み合って、物事とか事象っていうものは起こるもんだっていうのが俺の考え方。何か一つこれだって決めつけると、他は間違ってるって考えるのが人間の愚かなところだから、俺はそういう考え方は嫌いですね。断ったらダメでしょ。マジョリティっていうかね、まあ、その戦争がなぜ起こったのか、まあ、まあ、第二次世界大戦、大東亜戦争がなぜ起こったのかっていう、いろんな、そう、日本が何と戦おうとしてたのかなんだよね。それはもう完全に忘れ去られてしまった歴史なわけですよ。で、まあ、日本が植民地化していったって言ってるけど、まあ、世界中がやってたわけだ。で、日本があの時立ち上がらなかったら、もう完全に欧米に支配されていってたわけだからね。日本人が何と戦ってたのかっていうのは、本当の意味を日本は教えるべきだと思うけどな。いるよ。日本は近々戦争すると思いますね。巻き込まれるっていう方が正しいかな。すると思いますね。はい、ワード2。まあ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 。まあでも、アメリカに勝つことはどう考えてもなかったけど、まあこうなる流れだったよね。こうなる流れだったから、しょうがないよ。歴史にたらればはないんだよね。過去から学ぶだけだから。初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。初見さんいらっしゃい。ああ、徴兵制は、軍事力っていう意味では全く意味がないと思っていて、ただその思想的な問題、反戦にはなるから、徴兵制があった方が、そういう部分で機能させるにコストをかけるっていう意味では徴兵制ありかもしれないんだけど、実際ね、ど素人を2年間軍隊に入れたところで何にもならないからね。
なんか教育プログラムだよ、あれは。だからそれをどう捉えるかじゃないの。徴兵制やってもいいんじゃないの。うん。戦争したくないんだったら徴兵制やるのはありだと思うね。バカありがとう。旧日本軍も狂ってたよな。まあ戦争するときはどこの国も狂ってるでしょ。ありがとう。メガホン100個ありがとう。アイテムありがとう。メガホン10個ありがとう。最近神会？わかんないな。神会っていうのは自分で作るもんじゃないからな。陰謀論は信じるとか信じないとかじゃなくて、陰謀論は陰謀論なんですよ。で、陰謀論がね、本当だったことっていうのはさ、イラク戦争は陰謀論本当だったよね。あと何だったっけな、もう一個だけあるって言われてんだよね。でもほとんどはオカルトなんだよ、陰謀論って。で、陰謀論がなぜ起こるのかっていうメカニズムを考えると、A と B と C という全く関連性のない情報を与えたときに、人間ってストーリーを組み立てるようにできてるのね、人間の脳みそって。関係のない A、B、C っていう情報を限定的に与えると、 A と B と C を結びつける癖があるの、人間っていうのが。陰謀論っていうのは必ず何でも起こっちゃうのね。だから情報開示の方が大事だと思うよ。陰謀論を信じるっていうのは俺は頭おかしいやつだと思ってる。晩ご飯まだ食べてない。日本も核を持つべき。だから、なんか東京電力反対とか言ってる時、俺バカじゃねえのこいつらとか思って。なんかその核は持ってないけど、原発を持ってるから核はいつでも作れますよっていうのが日本の唯一の抑止力になってたわけじゃん。要は、原発の意味ってさ、エネルギー効率がいいっていうのと、あと、俺らはその核の取り扱いができるよっていうアピールだったわけじゃん。だから俺は持つべきだと思ってるんですよ、原発じゃなくて、原爆は。でも、その原発すらも反対するって、完全に左翼の考え方で大丈夫かなって思ったけどね。俺はあれはナンセンスだと思ったわ。切れた。あ、すみません、ちょっと声聞こえないんで、ちょっと一旦退出します。
今入ってたよね。声入ってたよね。声入って、最後の聞こえなかった今。最後俺聞こえてたけどな。何なんだろう。俺の声今聞こえてる？俺の声聞こえてんの今。俺の声聞こえないの今。俺の環境じゃないんだよね。ねえ、最後つながったんだけど、そのタイミングで切っちゃったんだよね、多分。今は大丈夫。ふわっちの環境だよね。いや、あのね、時間がかかるんだよ。10秒ぐらいラグがあるの。つながるまで、お互いに。あ、多分ね、トチシャさんの声が聞こえたタイミングで、最後のタイミングでつながったんだけど、トチシャさんが切っちゃったんだよね。そう、コラボは少し待たないとダメなの。少し待つとつながるんだよ。聞こえてますか？どうぞ。あ、聞こえてたら、ちょっと手を挙げてほしいんですけど。あ、聞こえてますね。ちょっと僕、こっちの方で聞こえてないんですけど。ちょっと和藤さんの声が。あ、トツの声は聞こえてるみたいなんですけど。あ、聞こえました、聞あ、こ聞えこえまましした。た。聞こえました。はい。あ、どうもすいません、何度も。あれ、なんで声が回ってんだろう。イヤホンイつヤけてホンまつけす？てます？イヤホンつけてます。イヤホンイヤつけホンてつける？てる。なんでなんで声声回回るんだ。る。声ダ声ブっダてブっなてい？ない。なんだこなんれ？だこれ？ハウっハてウるよってるね。よね。ハウってる。なんだなんろう、なんだだろう、ろう。そう。多分、どういうどういう環境環で境今でトツ今つつけけててまますすか？か？いますか？今イヤホンつけて、マイクつけて、で、治りました。治ってないってや。ないや。なんだこなんれ？だこれ？これ多これ分多僕分の僕方のじゃ方なじいゃんですないんよ。ですよ。あ、なんか僕はでもね、かなりいい感じに聞こえてるんですけど、普通に聞こえてるんですけど、なんかどうなってるのかな？ですね。ダブダリンブグっリングつって声てが遅れて聞こえてきてぐぐちゃぐちちゃゃにになっなっててるるんでんすよ、今。ハウってるんですか？ハウってるっていうか、ダブっていうかってるダブ感ってるじ感でじですすね。ね。遅れて声遅れがて声がダブリダブンリで聞こえてリくスるナーは感じどでうくなんるです感かじね？でリす。スナーさんは。リスナーさんもリ同スナーじでさんすも同ね。じですね。和道だけダブってる。なんでやろう。なんで？多分ふわっフワッちチのの仕組みあが安定のしてないんですよ。人によって人に相性よっがて悪相かっ性たがり悪すかっるんたでりすするんんです。ですど多分別多分別ののさっ先きままででは大は丈夫だっ大たん丈夫で、多分で、何多か分しら何相か性しが。ょうが。これどうなってるんや。一度じゃあ落ちますね。ちょっと一度落ちます。治ったでしょ。なんだろうね。人によって全然大丈夫だったりダメだったりするから困っちゃうよね。なんでなんだろうな。
さっきまで大丈夫だったもんね。いや、俺の問題じゃないよ。うん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。聞こえるまで時間待ち中です。あ、聞こえてますか。あ、聞こえてるみたいですね。もうちょっと待って。あ、聞こえますか。聞こえますか。聞こえますか。またダブルですね。またダブルですね。スマホですか。いや、パソコンの場合だとステレオミキサーで、うんうん、そちらが配信者さんですか。中の音を回設定するとダブリングしちゃうんですよ。ま、要はステレオミキサーのモニターを送ってください。あ、わかりました。はいはい。あ、直りました。ちょっと待ってくださいね。今、はい、じゃあ、ステレオミキサーを切ってみたらいい。そうですね、ステレオミキサーを切った方が、普通に会話できます。いや、ステレオミキの中の音が回っちゃうんですよ。もし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 、ハウってますか。ハウってますね。ちょっとハウっちゃいますね。スマホからかけてくることってできますか。スマホの iPhone アプリかなんかで。もしもーし。もしもーし。もしもーし。もしもし、あれ？いや、俺が落としたわけじゃない。向こうが落ちたんだよ。俺じゃないよ。俺じゃない。マイクテスト、マイクテスト。聞こえました、僕は。はい、どうも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 。あ、聞こえました。今回どうでしょうか。今回どうでしょうか。いい感じ、ね。あ、大丈夫な感じ。あ、いい感じで。はい。あ、すいませんね、何度も。あ、大丈夫ですよ。あ、すいません。まあ、今回アンチトツマチってことなんですけど。はい。ね。僕はちょっとニコ生ぐらいから、あ、聞こえてます。聞こえてますよ。あ、大丈夫。和道さんのね、配信ずっと見てきてるんですけど。あ、ありがとうございます。何年ぐらい見てるんですか、もう。あ、でもね、和道さんがキャスやってる時はちょっと僕見てなくて。はい、なんか置いてなかったって感じで。はい、
あ、なんか聞きづらいですか？あ、ちょっとなんかぼやっとしてるというか、声が。ああ、ほんま。まあ。キャあ、スやっ大て丈夫です。るとこはちょっとあれ、見てなかったんですけどね。はい、ツイふキャわスちのぐら時いはまで。見てない。見てて、で、すごい、なんていうのかな。まあ、久しぶりに和道さんの配信をふわっちで見たわけですよ。ありがとうございます。ね。で、なんか、やっぱ1月って、あんまりなんか花火上がってなくて、そうですね。なんか結構厳しいということを、まあ、配信でちらほらなんか言うてるんですけど、はい。なんかこう、今回ね、この2月に入って、この狐に変えたところで、こんだけの花火がやっぱり上がってるっていう、この現状ね、どんな風に思ってるのかなと思って。ラッキーだなと思ってます。ラッキーだと思ってるんですか？はい。運やと思ってるんですか？はい、そうです。マジで思ってるんですか？はい。だとしたら、なんかもう、なんていうかな。正直言うと、和道さんは、そのね、フラッチで、ぬるま湯に使ってきてるんやなっていうのを、僕はもう和道さんをフラッチで見て、すぐにね、もう分かったんですよ。何のようにですか？ちょっとごめんなさい、お風呂場みたいにぼやぼやしてるんですよ。ぬるま湯。ぬるま湯？はい。ぬるま湯に、はい。ぬるま湯にね、ふわっちで使ってるんやなって。ぬるま湯に使ったらダメなんですか？ダメっていうか、まあ、それが正直、1月の不景気やったんちゃうかなって。なんか、正直言うと、なんていうかな。はい。やっぱりね、攻めらダメじゃないですか。なんでダメなんですか？攻めないと。だって、攻めることによって、なんていうんですか。切れ味のある角度で雑談もしていけるっていうか、そ攻んなめる、ね、配信における攻めっていうのと、配信における攻め、なんか切れ味のある雑談って何すか？配信における切れ味のある雑談だから、まあ、要は、なんていうのかな、そんなね、ギターなんか弾いてる場合じゃないんですよ、要は。ギターそれっなてんあかな弾いて、たがギターが嫌いなだけなんじゃないですか？いや、僕だけじゃないですね。リスナーさんは大体はギターが嫌いです。っていうのはは、閲覧にも如実に現れてることからして、あ。はあ。そんなね、ギターなんかね、そんな、なんていうかな、もうギターの練習をするっていうのもぬるま湯やし、そんなことを許してるっていうのも、結局、ふわっちリスナーが作ってるぬるま湯の環境があるからそんなことしてるんちゃうかなと思ってね。だから、要は、こういうリス、あの、狐にすることによって、これやっぱ花火上がってるばっかりじゃないですか。狐が原因かどうかわかんないですけど、はでも今、あなたはこの、狐の匿名性に対して、あ。はい。等身大で戦ってるんでしょ？戦ってるわけじゃないですよ、僕別に。ニコ生の頃も、そうやってやってきたわけじゃないですか。ニコ生の頃も ニコ生の頃も、はい、戦ってたわけでしょ？誰と戦ってるんですか？リスナーとじゃないですか。なんで僕がリスナーと戦わないといけないんですか？それは、だって、ニコ生の頃の和道を知ってるやつなら、それはわかりますよ。いや、ちょっとおっしゃってる意味が全然わかんないですけど、切れ味のあるトークとか、そのぬるま湯っていうのがよくわかんないですけど、ギター弾いてる人はぬるま湯なんですか？ギター弾いてる人は、だから、ぬるま湯っていうか、だからたがってるから、なんか、なんていうんかな。閲覧増えたんだからいいんじゃないですか。はいや、その一覧が増えてるのは、だからい。狐にしたから増えてるんであって、じゃあ良くないですか。い戦や、ってるとか、いいやいや、だけであっ戦てってね。るとか、切れ味のあるトークとかがよくわかんないですけど、閲覧が減った、閲覧が増えた、問題なくないですか。もうね、ただそれだけなんじゃないですか。
うん、だから、まあ、言いたいのは、だから、ふわっちでぬるま湯に使ってるなっていうところですよね。ふわっちのぬるま湯っていうのがちょっと僕にはよくわかりません。うん、それがだから、そう、まあ、ふわっ和道ちさんは向いだてないんじから、ゃないですか。ニコ生ふわっ、見たらいいんじゃないですか。いや、そういう、え、だそっれてもあふわっちる。ぬるま湯なんですよね。で、もう僕はおっしゃってる意味わかんないですけど、ぬるま湯が嫌いなんですよね。で、ニコ生の方が面白いんですよね。ニコ生見ればいいじゃないですか。いや、僕、ふわっもう、和ちで道すさよ。んに関してはですよ。和道さんに関しては、ニコ生の頃の方が、攻めてるような配信をしてたなっていうのが。動画いっぱい残ってるんで見ればいいんじゃないですか。いや、まあ、それで、アンチ突が終わってしまうと、ね僕何か間違ったこと言ってます？あなたがおっしゃるね、ぬるま湯っていうのも理解できないし、ギターがぬるま湯っていう理論もわからないし、ね、尖ったトークっていうのも意味がわからないし、で、え。まあ、で僕はも、エツラオブエータから、ギターは正直、ぬるま湯ですよ。あなた、あれができる環境は、だってあんなの需要ないから閲覧下がってるんだって。それを、例えばじゃあなんていうの？なんか、アクセサリー作ってたでしょ？はい。ああいうのも、やっぱり、閲覧下がってますよね。閲覧下がってるから何なんですか？うん、だから、それがどうなんやっていう話ですよ。配信者としてね。だじから、ゃあ、あな結たが局言いの出としてる意ころ、見だから。あなたが言い出してんの？閲覧下がってる。だから、閲覧が下がってるから何なの？って言ってんの、俺は。何なまあだの？からその放送としてどうなんかなっていうところですよね。放送としてどうなのか俺気にしてない。俺やりたいことやってるだけだから、それをカメラで映してるだけだから。まあ、そうなんですけど、だから結局そうのだよね。ところ、和道さんは、狐とかすごい嫌ってたじゃないですか。別に嫌ってないですよ。いや、嫌ってた時期ありましたよね、でも。よく嫌ってた時期ないですよ。だからやってんすもん。ただや狐っをてなんなかっかただけ断っ固すとよ。して否定した、してたことってありましたよね、でも。いや、ないっすけど。あないですけど。いや、あるんすけどね。いつですか？いや、いつとか言われても、はっじきゃありは言え僕ませんがけど、何て言っまあ。てたんですか？はっきりと。そういう、だから、なんか、なんちゅうの。はい。あなたが言いま出したず、んですよ。ニコ生自体を否定するような発言もしてるじゃないですか。僕ニコ生行かないですね。はうん、だから、そういうところもどうなんかなと思うんですよ。だから、い。なん結で？局のところ、ちょっと待って、なんでニコ生否定したらダメなの？俺が。だって、ニコ生で育ってきている配信者ですからね。育ってきてるじゃなくて、僕金払って使ってたユーザーですよ。まあ、ユーザーですけど、はい。結局のところ、この狐枠が反僕響がを呼んでるっていうの も、ちょっと待って。俺が金払って使ってて、このサイトダメだなって批判したらなんでダメなんですか？いや、批判し、うん、っていうか、今の話題があるのは、それはやっぱりニコ生があるから、それそうやっ僕が努て、力してたからですよね。うん、ニコそうそう、生だでから、活う動やってたのは僕ですよ。はい。ん、だから、で、こそれニの、コ生のおかげでも何でもないですよね。金払って僕そうとやっはて思たわんでないすですよ。ね。そうとは思わないですね。あ、それがあなたの考えなんですね。だって、この狐枠が反響を呼んでるっていうのは、ニコ生ありきで、反響を呼んでるって思ってるから。あ、そう。で、なんですか。いや、まあ、で、何ですか？いや、話を続けてください。ニコ生が何なんですか？僕は別にニコ生やんないですけど。いや、分かってます。やれってことではないんですけど。はい。まあ、でも、狐は、批判してたのはしてたんですけどね。具体的にどう批判してたんですか？まあ、僕はしてないって言ってるんです要よ。は、匿名のコメントに対して、すごい、何の信用性もないっていうことを、ああ、それは今でも思ってますよ。要は、匿名で本音が言えるっていうことは、本音じゃねえよっていう発言は、今でもスタンス変えてないですよ。それは変えてないです。それは変えてないですよ。匿名を否定してるわけじゃなくて、匿名イコール本音だっていうのはないよっていうのは、今でも変わんないですよ。まあ、僕が匿名やってるのは、花火が上がるからです。ただそれだけです。
はははははい。まあ、まあ、だから、なんていうの？だから、狐、あ、でも、狐を嫌いっていうことは、そこは否定するんですか？いや、嫌いっすよ。え、嫌いなんですか？嫌いっすよ。え、でも、嫌いじゃないってさっき言ってませんでした？何がっすか？狐。いや、言ってないっすけど。言いましたよね、でも。狐嫌いって言いましたよね、さっき。いや、言っさってき言っないってすけた。ど。あ、狐は嫌いじゃ、え？いや、僕は狐嫌いかどうかって言われたら別に狐が好きとか嫌いとかないっすよ。金が儲かるからやってるんですって言ったんですよ。花火が上がるからやったんですって言ってるんですけど。はい。まあ、わかりました。ちょっと、下ってきたんで、そろそろ落ちます。はい。はい、失礼します。はい。ちょっとよくわかんなかったな。どういうことなんだろう。なんか噛み合わなかったね。何言ってるか全然わかんなかった。いや、狐の方が花火が上がると思うよ、実際。狐の方が俺は花火が上がってるから狐やってんのよ。何？和道が悪いって。いい悪いとかなくない？別に。どういうこと？質問されたことに正直に答えたんだけど、ぬるま湯って何？具体的に。狐枠はぬるま湯じゃなくて、どういうこと？俺全然意味わかんないんだけど。ちょっと待ってね、今コラボ上がるからね。あれ？あれ？なんで消えた？いなくなった。なんだろう。わかんない、誰だか。狐枠じゃなくて普通の配信、いや俺はどっちでもいいって感じ。ただ狐枠の方が需要があるからやってるっていうか、俺からするとね、別に狐枠でも通常枠でもあんまり変わんないんだよ。好きとか嫌いとかないんだよ、別に。好きとか嫌いとかないの。ただ単に閲覧が上がるっていうのと花火が上がるっていうのでそっちを選んでるだけなんだよ。いや、見に来んなって言われてもね、見に来ちゃうんだよ。見に来んなって言われても見に来ちゃうんだからしょうがないよね。まあ今日は上がってないね、全然。今日は一発しか上がってない。狐枠がだったら好きっていうことになるの？どっちも同じぐらい稼げたとしたらどっちもやればいいんじゃないの？なんで狐を俺が好きだっていう方に持ってこうとしてるの？ 俺正直言って通常枠と狐枠あんまり変わんないよ。コメント読み上げるのが南郷さんっていうのが小手半に変わったぐらいだから。和道は知ってたと思ってた。何を？何を知ってたの？ナチュラルにこんだけ人をイラつかせるってすげえ才能。いや、俺もイライラするんだよね。何言ってるか全然わかんなかったから。
切れ味のある雑談とかもよくわかんないし、あの切れ味のある雑談って何？ぬるま湯な配信って何？うん、それってさ、あのただ単になんていうのかな、その人の主観の問題じゃん。具体的ではないじゃん。で具体的に言ってほしいの。その人の感覚なんだよ、ぬるま湯っていうのは。でいや、そうじゃなくて、あなたはギターが嫌いなだけでしょって。そうですの方が話ができるの。周りがとか閲覧が下がってるとかが 何が何だかよく分かんなくて、彼は一体何が言いたかったの、うん、彼は一体何が言いたかったの。頭が悪いってどういうこと？だって言ってる意味分かんない、ね、ぬるま湯って何？ぬるま湯な配信って何？だってさ、普通にさ、映したいことを映してやるのが配信なんじゃないの？でしょ？で、受け取り手がぬるま湯だって感じるのはわかる。だからあなたにとってのぬるま湯って何？って言ったらギターですって。いや、あなたがギター嫌いなだけでしょ？ってなったじゃん。でしょ？で、それに対してあなたがギターが嫌いなのはわかりましたと。で、それに対して何が言いたいんですかって聞いたの。で、もういいですってなったわけよ。結局俺は何が何だか分かんなかったよ。いや、ぬるま湯ってだから何ってことよ。何を指してるのって、ぬるま湯っていう意味は分かるよ。だけどそれは具体的に何のことって。それはあなたがだけが知ってるから、あなたが出した言葉だからって言ったので、それは具体的にはギターのことですってなったので、ギター嫌いなんですよねって、そうですって、で、何なんですかっていう話で終わっちゃったんだよ。うん、でしょ？いや、本人がギターだって言うんだから。あの人にとってはだからギターぬるま湯だったんでしょ？で、ギターが嫌いなんでしょ？で、何なのって聞いたら終わっちゃったんだよ。うん、いや、俺はわからない。うん、いや、音痴だこらって言われたら、あ、そうっすね。で、終わりじゃん。でしょ？だったら、音痴だ、こらって言えばいいんだよ。音痴だ、こらって言ってくれたら、ああ、すいませんで終わりじゃん、話が。わかんないです。だから、そう、提案をしてくれればいいのに、こういう配信やってね、ワドーって。うん、わかった、で終わるじゃん。違うのかな？俺はそういうもんだと思うけどな。なんかいなくなっちゃうな。うん、何？何だったんだろう。うん、コラボ何するんですか。わかんないっすね。コラボは全然、はい、受け付けてますよ。何だったんだろうね、今のね。卒業っていうか、はい、生ポではないですね、今ね。はい。いや、みんなが笑うから面白かった。トイレは立ってしますかね、おしっこは。はい。座ってするときもありますよ。どんなコラボしたい？いや、どんなコラボでもいいですよ。はい、あなたが何をしたいかに合わせます。はい、いや、ブライアンって書いてあったけど、ブライアンってコテハン書いてあったけど、もう世の中いろんな人がいるよ。ちょっとトイレ行ってきてもいいかな。トイレ行ってくるわ。花火上がんねえな。
ただいま。花火上がんねえなあ、マジで。あ、コラボ来た。あれ？ありがとう。25号さん、花火ありがとう。ありがとうございます。花火ありがとうね、25号さん。ありがとう。楽しんでってください。夜更かしだね。うん、ありがとうございます。誰だか分かんないようにしてるんだよ。だから喫煙してるんだよ。言わないよ、バーカ。画質落ちてんのはね、コラボ枠は画質が下がっちゃうの。2時間やって花火2発か。ちょっと弱いな、今日は。まあ盛り上がってないしな。何が言いたいのか分かんない配信者ばっかりだからな。なんでこんな日本語できない人がばっかりなの？なんで会話ができないのか分かんないんだよね。うん、会話にならねえかんな。いや全然盛り上がんないよね。だって何言ってるか全然わかんなくない？はい、ワード2。何言ってるか全然わかんねえよ。うん、日本語不自由なリスナーが多すぎるでしょ。俺、ケイトぐらいだよ。ケイトぐらいだよ、話わかったの。ケイトと、あと、あの、おばちゃん？あの、金梅さんの好きなおばちゃんと、ケイトの言ってることしかわかんなかったよ。わかるの？あれ。何が言いたかったの？じゃあ彼は。彼は一体何が言いたかったの？ぬるま湯が何なの？俺全然意味わかんなかったよ。あれがわかるの？え、彼は結局何が、結論何だったの？結論。いや、IQ がずれてるから会話ができないんでしょ。突者も、いやだから聞いてるじゃん、質問してるじゃん。ぬるま湯って何って。いや、ギター配信って。ギター配信が君にとってのぬるま湯なんだねって。それが嫌いなんだね。うん、嫌い。で、何なのっつったら、もういいわ、っつったんだよ。彼は何が言いたかったの？うん。だから会話残念すぎるでしょ。いや、だから理解してないよ。俺は理解してないって言ってるじゃん。ありがとう！グレイト花火ありがとう！和道推しの花火さんありがとうございます !4 号さん。いやだから、もう論破してくれよ、論破。論破してくれよ、いいよ、じゃあ。なんでもいいよ。もう、俺こそはっていう人いないの？見たくない？うん。見たくない？そのボロボロに俺がぐぬぬってなってるところ。見たいでしょ。だっていないんだもん、今まで俺のこと詰める人ね。見たいよね。なんかパータローばっかりなんだもん、うん、いや理論がないっていうことは単純に俺のこと嫌いってだけの話じゃん。だったらおめえのこと嫌いだよって言って終わりにすりゃいいじゃん。回りくどくさ、ぬるま湯がどうとかギターがどうとかどうでもよくない？俺、お前のこと嫌いなんだよねって言ってたさ、あ、なんだっけ、なんとかキノコ、あの、毒キノコの方がまだ良かったよ。毒キノコの方が、毒キノコだっけ、なんだっけ、キノコスープだっけ。キノコスープの方がまだ一番よく分かったよ。俺、お前のことずっと見てるわ。お前のこと嫌いなんだよねって。すげえシンプルだったよね、あいつ。あいつは分かるよ。お前のことニコ生からずっと見てるわ。お前が嫌いだわっていうことでしょ。俺、あいつの言ってることは理解できたよ。
だから発狂してみたいもん俺も。うん、図星を卵デブか。ごめんごめん、キノコスープじゃなかった、卵デブだ。卵デブっていう人の方がまだ分かったわ。卵デブは会話になったよ全然。タクシーとか自分が賢いと思ってるからね。何無理無理アスペって、何無理無理アスペって何その漫画のタイトルみたいな、ちょっとちょっと10万部ぐらい売れそうな漫画のタイトルみたいな、何無理無理アスペって何、132号無理無理アスペって何何そのちょっと売れそうな漫画のタイトル。髪は自分で染めてますね。そうなんだよね、多分そうなんだと思う。204号さん、俺は議論がしたいんだよ。でもアンチは俺のことが嫌いっていうことを言いたいの。だから嫌いって言えばいいじゃんっていう、それ分かったからっていうっていうか分かってるからっていう、そうじゃなくてどこが嫌いなのっていうことを聞きたいんだよ俺は。そう、俺パイパンだよ、うん、いや笑いゼロだよ、放送事故だよこんなの。囲いもげんなりしてるわ。今日こんな感じかよって、それ花火飛ばねえわちょっとこんな感じなの和道のリスナーのアンチって、ってアンチってなんかコメントでは行きがってたけど、こんなもんなのってなるでしょ、なるでしょ、わかる、アンチのレベルの低さっていうかさ、知能指数の低さっていうか、そう、嫌いの動機が弱いんだよ。だからもっとさ、詐欺のこととかを詰めてほしいわけじゃん。生活を、ありがとう、グレート花火ありがとう、4号さんありがとう。もっとね、アンチが喜ぶようなことやんないとダメなんだよ。その詐欺の件についてとか、生活保護不正受給とか、もっと前科三犯についてとか、もっともっと来いよってみんな思ってるはずなのに、ぬるま湯の配信がとか言われたらそこじゃねえよってアンチも思ってるし、囲いもはぁみたいな、じゃあみんなで終わりなんだよねじゃあみんなよみたいな。でニコ生は良かったって、ニコ生見ろよって話したんだよ、うん、俺は何、負けそうになったら開き直るっていうか、俺正直に話してるつもりなんだけど、開き直ってないよ、開き直ってないよ、正直に、いやそうでしょって、うん、花火上がるからキツネやってんだよって言ったの、開き直ってるの、うん、そうそう、生理的に嫌いなのは言葉にできないんだよ。そうだからね、アンチって俺に理由つけて嫌いって言ってるじゃん、言葉って理由付けなんだよ、違うんだよ、もうもうね、ずっと俺のアンチは書いてればいいんだよ、嫌いって、お前のこと大嫌いってずっと書き続ければいいの、ただ嫌いなんだからでしょ、ただ嫌いなだけなんだよ、俺本当にそうだと思うよ、理由なんかないんだよ。そうそう、はいはい、嫌い嫌いって言ってればいいんだよ、うん、ごまかしてなくない、別に何もごまかしてないよ、うん、でもこっちの方がシンプルじゃん、あー嫌いなんだってあ嫌いなんだって、で好きな人は好き好きって書くじゃん、ワドさん好き好きって、だそれでいいんだよもう、うん、メイのバカもう知らない、うわー超懐かしい、あれいいセリフだよな、ありがとう、いいね、メイのバカもう知らないって、あれいいセリフだよな、あれいいセリフ、ありがとう、なんか思い出した、すげえほっこりしたよ、あトトロ見てえな、トトロ見てえ、なんだろう、すげえトトロ見てえ、宮崎駿に会いたい、人の話聞いてないよ俺、人の話めちゃめちゃ聞く方だけど、ただ何言ってるか分かんない人には何言ってるか分かりませんって言うよだって分からないでしょ、例えばもう一人の自分がいたらどう言いまかす、なんで言いまかす前提なの俺はその発想がまず分かんないの、自分がもし仮にいたらどう言いまかすかって、もう喧嘩をしに行ってる態度なのよなんでそう言いまかす前提で会話をしようとしてんの、だから無理くりな理由になってくんの、好きなら好きって言えよって、
好きだから見てるって言えよって、俺は抱きしめるぜ愛すぜって言ってんの。本当に本当は好きなくせにね、嫌い嫌い、あれだからこれだから、子供のわがままみたいなんだよ。お母さん好きって言ったらお母さん抱きしめてくれるだろう。だから素直じゃないやつは俺嫌いだよ。ラジオ代わりにありがとう。だから全然受け付けるよ、うん、あ、 ありがとう、ハート50個ありがとう。もう俺は抱きしめるよ。のりこは俺に言ったんだよ、うん、和道さんが世界で一番好きって。だから抱きしめたんだよ。ファントツマチは別にしてないよ、アンチトツマチだよ。いや俺だから言論のね捨て頃あったら俺絶対勝つと思うよ。俺言論の捨て頃あったら絶対チャンピオンだわ。ありがとう57号バーガー、ありがとう。キラコメだらけになってきたってさ、あの俺が好かれてんのがそんなに悔しいの？で、俺がファンがいたり落ち着くよとか和道さん大好きだよって言ったらアレルギーを起こしてるだけじゃん。結局アンチはさ、俺が儲かったりとかさ、俺が愛されてるの見て悔しがってるだけなんだもん。理由はそこでしょ、うんうん、俺はそれを見ながらお前が嫌いお前が嫌いっつって、あ、俺こんなに好かれてるぜって言ってニヤニヤするのが好きなんだよ、うん、嫌いでいいよって、俺疲れてるからって、うん、そう、嫌いで構わないよって、疲れてるからってね。え、桜じゃないですよね。いや、そうでしょ、別に嫌われたって痛くも痒くもないもん。ん？ちょっと待って、ドルさん。ドルさん、あのコラボ待ちだから LINE ダメ。設定ができない。ごめんなさい。声が出ないんだったらちょっとコラボ。なんでコラボ枠でさ、なんでコラボ枠で LINE かけてくんだよ。どれどれ、なんでコラボ枠で LINE かけてくんだよ。病気だろもう。病気だろあの人。聞こえる？聞こえる？聞こえない。っていう、和道の声も聞こえないし。聞こえない。待ってて、時間、ああ、もう。